デラクルーズ、まさかの戦力外通告を受ける。巨人の育成のデラクルーズ選手と来季の契約を結ばないことを発表した。うわマジか、めっちゃ期待してたのに今に絞った感じかな。もう少し面倒を見てやれよ、プロだから仕方ないとはいえ異国の地に10代から挑戦させてこれはあまりにもかわいそう。本人の意向もあると思うぞ。これでティマも戦力外にしたら笑う。ティマはよく話題に上がってたけどデラクルーズは汚かったもんな。この年で日本でプレーすることを決断したのは本当にすごい勇気がいったと思うわ。頑張れ。マジで巨人見返してやれ。戦力外にしたこと後悔させてほしいわ。本当愛のない球団だわ。アメリカの大学行ったらいいと思うな。ティマほど試合出てなかったし妥当だろ。なんかただ単に期待してた選手が戦力外になるより胸が痛いな。ご視聴ありがとうございました。